火山聖堂の列中古代の列中サンピエトロ広場の列中コロネード、または列中は古代の建築においてエンタブラチュアで連結された柱の並びを指す。例えば、ローマのサンピエトロ大聖堂のファサードにベルギーニが追加した楕円形にカーブしたコロネードが有名である。そのコロネードが広場を形成している。ちょうど手すり子が並んで欄干を形成するのに似ている。 一列の柱でできたコロネードはスクリーンとも呼ばれる。建物の正面にあって入り口を覆うようになっているコロネードをポルチコと呼び屋根のない中庭を取り囲んでいる場合はペリスタイルと呼ぶ。ポルチコはローマのパンテオニア古代イギリシアの中老のように柱が複数列に並ぶこともある。一体の柱や複数体の柱が 典型的なコロネードだが、集中式の建築物を取り囲む柱も、コロネードと呼ぶ。古代寺院の正面の柱の数は、最大でも8本なので、8本以上並んでいないと、コロネードとは呼べないという見方もある。実際、釣り合いから見ても柱の高さの倍以上の幅がないと、コロネードとは呼べないと言われている。大英博物館のポルチコは、 建物正面に沿ってずっと続いており、コロネードとなっている。アメリカにはコロネードを伴った競技場がいくつかある。例えば、ボストンのハーバードスタジアムは、その場定型の建物に沿って、コロネードが続いている。シカゴのソルジャーフィールドには両側に2列のコロネードがあった。イリノイ大学のメモリアルスタジアムも、両側のファサードにコロネードがある。 バージニア大学の以前のアメフト用スタジアムランベスフィールドには観覧席を取り囲むようにコロネードがあった。エンポーリスによればアメリカで最大のコロネードはオールバニのニューヨークステートエデュケーションビルディングで36本のコリント式の柱が並んでいる。ありがとうございます。